どうもいやかなさん今回のスクショいいんじゃないですか萌え萌えスクショですねこれ僕好きですこのこのカスタムサムネイルとかスクショいいと思います、うん、このなんかいいっすねあのくすぐる感じの、うん いいろいろ、まあ、とねなんかの,あのぼやいていただきまして <laughs> 今日ね僕もぼやい愚痴言っていいですか疲れました <laughs> まあいつもね毎日どうでしょう今から毎日どうでしょうなんですけど疲れましたね今日久しぶりにあのー、お会いしたあのた対面でねアドバイスしてたんですけど「対面疲れるねパワー使う」2時間 2, 2時間1時間半ぐらいで。 3時間半、まあ時まあ合計、まあ約4時間ぐらい、まあ、お客さんと、ね、こう対面でこうルノワールで熱,熱狂してたんですけど疲れました疲れましたね疲れた疲れた疲れた。疲れた <laughs> 疲れた まあ特にもうなんか今回なんかな,なんかなんかありなんか名言入っとかないといけないかな, <laughs> なんかありますかねまあそうだ売ってあげるっていう感じですかね売ってあげるそう売ってあげるっていうまあドリームアカデミアンでねあのセールスの主セールスのマインドセットで売ってあげるっていうのがあるんですよ売ってあげるっていうのがでこれをまあゆう子さんも、まま、マスターしていただいてその売ってあげるっていうねで今回その えー、一人にですね僕180万を売ってあげました、うん、この人にはあの僕の180万のコンサルを売ってあげた方がいいなと思って売ってあげました多分人生変わると思いますねこれから楽しみですけど、はいまあ、これからがまあ大変ですけどねまあ共に頑張っていこうかなと思うんですけど、まあ、僕もですね、まあ、そうそうこの前そのゆっこさんが80万のね商品売りましたみたいなねすげえなと思って。 負けないこれ負けてらんねえなと思って、はい、しかもね180万ねあのー、コンサル売ったんですけどもうあの着着着着今今今今日今日日日でですね今日着勤ですねし、はい、しましただからなんかね僕もうお金に対してのマインドブロックが外れちゃってるのでなんかそのなんだろうな1000万でも売れる自信がありますね1億でも。<laughs> うんそのね、お金、ね、1億持ってないと売れないと思うんですけど、まあ、1億持ってる人は僕のとこにはの相談来ないと思いますけど何かいろいろビジネス勉強して思ったことがほとんどがその自分の中のマインドブロックかなっていうとこですね。 なんかこううん、商品例えば商品販売するときにこれ高いんじゃねえかなとかうん、なんだろうなこれ案内したらなんか嫌われるんじゃねえかなとかうん,なんかいろいろなそのマインドブロックがあるわけなんですよねだからそのマインドブロックが外れちゃうとうんまあ生ききるというか何でもできるよっていうだから僕もねネットビジネス始めた時14年前ですけど まさかね僕が180万の商品をこう売れるようになるとは思わなかったですからねうんなんか今もうなんかないですね <laughs> てか300万でも売れんじゃないかなっていういや1000万1000万はないですねさすがに内装で触れないですからだからまあその人にも話したんですけど例えばその今日その2時間そのねあの そのその百五十万売った人に関しては、その何だろうコンサルこうしてコンサルというかアドバイスしてたんですけど、その質問内容がそれそれ今聞く質問みたいな結構そういう質問があったんですよ。やればいいんですかねみたいな。やればいいんですか直接会ってるんですよ。せっかくせっかく会ってるのにやればいいんですかねみたいな。いやそれそれここで聞くことかなみたいな。で僕は言ったんですよ。例えば今 今回この2時間っていうねこのこ無料でやってますけど例えば1時間僕が30万チャージしたら今の質問しますみたいな多分しないいですよねだからあの別にお金払う払わないっていうのは別にそのまあその方にも言ったんですけども、うん、結局その自分の。 まかなさんはね別にそのできるんで全然できて情報発信楽しんでるんで全然いいと思うんですけどほとんどの人がなんかそのやる動機がないんですよやる動機がなかったりとかやる理由がないんですよ僕はもう明確にあるんですよねやる動機が給料ないんで会社から給料ないからや自分で稼ぐしかないですしうん まあ借金もあるし借金返済もしないといけないしまあ、今回180万売れましたけど借金返済に消えてきますから <laughs> まだ稼がないとねまだちょっと稼がないと <laughs> ダメなんでまあその明確的なやるる動機があるんですよほとんどなんか,か僕ね借金の話はほとんどしなかったんですよ。今年になって僕はあの切れてしたんですけどなんかそのアンケートを取った時にねんみんな借金があってどうのこうのとかねなんか借金があることを言い訳にないろいろ言って。 言ってたんで、まあ、俺結構借金あって結構頑張ってんだけどなみたいな <laughs> だから鹿児島に独立した時に、まあ、マイナススタートだったんですよ僕はうんマイナススタートだし鹿児島に別にビジネスの知り合いもいなかったしマイナススタートで頑張ってきたんですけどで今も、まあ、ま,だまだマイナスはマイナスなんですけど、まあ、だいぶちょっと減ってきたかなっていう、まあ、地道に返してますけど うん、だ給料もらえないし借金もあるしあとね車も僕好きなんで車を維持していかないこれ車はね僕たった一つの趣味なんですけどこれは金かかるんですよ最近またトランク壊れましてトランク開かなくなったりとか <laughs> とにかくまた多分他にもちょっと調子悪いところあるんでまた修理したらねだから2年前の車検が150万ぐらいだったの車検が <laughs> バカかと車検で150万って何やねんみたいな。 おお金金かかるんでお金必要じゃないですか、うんまあ、贅沢というか僕はそ,のそれしか使わないんで基本的にその趣味的な部分はキャバクラも行かないしなんかその飲んだくれないし、まあ、僕お酒も一杯飲んでも酔っちゃうんでお酒飲めないしだからタバコ代とタバコ代ぐらいですかねあと飯も吉牛とかで今日も吉牛食べました今日380円で今日吉牛一杯です。別にそういういいのはこだわりないですけど 車だけはちょっとこだわりがあるんであれですけどまあまあマインドブロックですねほとんどがなんここをねやっぱ外してあげないとうまくいかないかなっていうのがすごく感じますねうん、うん、まあもともとその人はなんかちょっとコンサルに興味あったみたいですけどねなんかうんまあ全く興味なかったわけではなくて まあ,興味あったっぽかったんでなんかまあ話しててあこの人に売った方がいいなみたいなでもう一人の方はもう全然その,あのテクニカルもう本当に普通のテクニカル的なアドバイスがんがんできたんで YouTube やってるんですよ YouTube やっててその YouTube の戦略ですよねそれをバーって話してあのコーヒーをおごっていただきましたルノワールの <laughs> はいなんかあの「吉野さんと今日すいません」みたいな「あのコーヒー代だけ」っ全力で奢らさしあ全力であいただきますみたいな こ,ここも,ここも、ね、大事で日本人の人って「え僕が払います」「いいですいいです」みたいになるじゃないですか「僕ね全力でいただきます」みたいな「あざます」みたいな「全力で全力でおごっていただきましてありがとうございます」みたいなこれもなくないですかこれも僕の,なんかその見栄とかあるじゃないですか僕全くないんでおごってもらえるんだったらもうあやかるあざます」ーみたいなでも払う時は払いますよ払う時はだその180万払っていただいた それはお金頂い,いてるし、ね、そうだからその時と場合によって僕が払う場合もあるしその僕が払う場合っていうのは向こうがそうそう,そう向こうが「吉田さんここ出します」って言われた時は「あじゃあお願いします」みたいな <laughs> そうそうそう向こうから「いや吉田さんここ出しますよみす」みたいな「マジですかあざす」みたいな向こうも気持ちいいですよね。 いやいや僕が出しますとか僕もでいなブルルブ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 ブブブでこのこのやりとりこの日本人あるあるえ僕僕僕僕え <laughs> どうぞどうぞどうぞみたいダチョウクラブかみたいなね <laughs> そうななんな,なんかありますよねそういうの、うん、うまあそんな感じでまあお互いに頑張っていきましょうはいお互いにまあかなさんはねもう大丈夫だと思うんでただなんか今後も大きなその 大き,という大きなというかこれからなんかビジネスをなんか発展していく上で、まあそで金額の部分とかはどうなのかな、まあ、かナさんないかなだか300万ぐらいとかね500万とか売れるやっぱ人間になった方がなんかその方にも言ったんですけどださんな,なんだろうなうんみんなやる動機がないしやる理由がないんですよだからそれをつけてあげないとダメなんですよだから言ったんですよ僕が。 ね、で僕「110万です」って無制制度と言って「一括ですかあ一括です」みたいな「じゃあ言いますよじゃあこのコンサルがじゃあ吉木僕好きなんでじゃあ380円のコンサルでいいですよ」ってさやります?」って380円のコンサルでやる道機作れます ?380 円払うじゃないですか,なんかめっちゃ死ぬ気でやろうっていう道機できます多分できないんですよ そうだから別にお金払う払わないじゃなくて別に払わなくてもやれる人はやれるんですよでもやれない人もいるんですよだからそういう人にはやっぱ動機をちゃんと作ってあげる動機を提供してあげるうん理由を提供してあげるというかそういうのが大事かなと思いますね。あこの人にはまあ人僕も180万クラスの,その高いやつに関しては対面でしかご案内しないしこの人には売ってあげた方がいいなっていうのはまずジャッジしますよ。別に僕はその その人からお金もらえなかったとしても別に商品売ればいいだけの話なんで他で頑張ればいいだけなんでその方にも別に払わなくてもいいですよみたいなうんあのーまあ、別に僕は他で頑張ればいいだけの話なんでこの売ってあげる精神ですねドリアカで教えてる売ってあげる精神、うん、売ってあげるとこれね僕はその営業の加賀田明さんっていう人のセミナー行ったんですけど その営業とはっていうね営業とはこれすごいんですよ美学があって営業とは何のかな営業とは自分が良いと思った商品を自分が良いと思った商品を相手が断りきれない状態にして売ってあげる誘導の芸術だと芸術と説いてるんですねすげえなみたいな <laughs> 営業が芸術かとこれはすげえなみたいな僕はその営業に関してはその香田さんの あの音声教材とかもねめちゃめちゃ聞いてまあ多分100回ぐらい聞いたんじゃないかなと思うんですけどそこでもブロック外れましたね、うん、あ売ってあげた方がいいんだなっていう、うん、まあでも人は見ますけどね、うん、まあそんな感じでまあ今日直近のネタをシェアさせていただきましたカナ、まあ、さんもこれからビジネスやる上でまあその大きい金額を売れるような マインドブロックが外れるとまあ今外れてるのが分かんないですけどもそうするとまあもっと楽になるというかうんだってそうじゃないですか例えばこれそうなんですけど、うんまあ、僕もそ,そのうちシフトシェンチェンジしようかなっていう思いで、まあ、ドリアカも値上げしてくるんですけどあのこ来,来年60万かあの今フロント商品で安い商品売ってるんですねでこれもやめてこうかなっていうそのうち。要は その卵の確かに安くするると売れるんですよ、うん、で,でも卵の100円セールとか卵の80円とか70円に来るお客さんの層と例えばそのうんブランドうんそのヴィトンとか分かんないですけど僕ブランド興味ないんでだそこに来る客層のそのなんだろうなお客さんのその考え方ですよね。これち全く違ううんですよね、うん、そう こっちの卵を100円以下とか60円とか70円におらバーゲンするうわーみたいに来るお客さんの層のマインドとその高級のものを買う人もちろんこの中でももちろんいろいろありますよ層が。だからみんながブランドも持ってるから買うっていう人もいればこれね僕がお,お金に対してその昔そのすごくいいあこれだと思ったのが。 今、ね、お金に対して僕はこれがすごく非常にマインドセットの中であるんですけど以前そのテレビ番組でお金持ちのうーん人がその買い物よくあるじゃないですかお金持ちの人がその買い物してって芸人さんがこうインタビューしてこうついていくみたいによくあるじゃないですかですすよちちっちゃい子見たんですよでこれ結構ね無料動画でもまあちょいちょい話したりとかしてるんですけどその。 そののお金持ちの女性社長なんですね女性社長がベッドを、ね、200万で買うとか言い出したんですよ。あこれ買うわみたいなこれいいわみたいな。で芸人さんが、まあ、よくあるリアクションですよね社長みたいなこれもう買っちゃうんですか200万ですよみたいな。でその社長がその芸人さんになんて言ったのかっていうこれが僕はお金の使い方の真髄かなと思うんですけど君たちみたいな君たちよく考えてみなと。 私はこのベッド今回買うけど前のベッド10年ぐらい使ったとだこのベッドも10年ぐらい使うだろうと、ね、じゃあ200万を10年で割ってみと1日いくらよと、ね、じゃあ200万円っていうね確かにあの今見ると高いかもしれないけど10年私は使うと1日換算するといくらよと。 でさらに言うとそのいいベッドで私はいい睡眠ができてえ仕事に活力が出るとじゃあこのコスパってどうなのみたいな話をするわけですよで芸人さんが「あ,あ社長確かに」みたいな「一日数十円で買えますね、みたいな「社長」みたいなあでもねそれ聞いた時に確かになとだからその,そ,の買いその何にお金を使うのかっていう考え方っていうのもだから勉強ってしないじゃないですかお金の使い方っていう勉強もしないだろうし 稼ぎ方っていう勉強もしないだろうしお金の使い方だったりお金の稼ぎ方っていうこの勉強はねほとんどしてないんで、うん、だそういうねのも大事かなと思いますねそのお金に対しての勉強というかね、うん、はいまあいろいろと脱線しましたけれどもうんあ,あとそうそう僕はね卓球をやってました卓球を。 で一応そのあの福原愛ちゃんとかあの、まあ、今水谷さんとかねそのオリンピック選手が出るようなその青森山田高校っていうところに1年いました一年 <laughs> あまりにも厳しくまあ日本一の当時日本一だったんですけどあまりにも厳しくて僕はあの転校しました <laughs> 転校して山形の高校に行ってそこでインターハイ出るんですけど一応あのその福原愛ちゃんとかそういうところにその,その青森山田に行きました まあ,まあ、まあ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 やってたんじゃないかなって、はいまあ、そんな感じでございます最近ですねこれ余談なんですけどその先輩に誘われましてちょっとコーチやってくれないかみたいな子供たちにねピンポン教えてますピンポン皆さんそんな感じでございます、はい、では終わりますまた